こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルではですね、罪悪感とおさらば、お金を受け取れるようになる方法というね、そんなお話をお伝えをしていきます。お金ってね、皆さん欲しい欲しいと思いながら、なんか受け取ることも罪悪感がありますし、自分だけが得することに罪悪感を持ってたりね、そういう多くの人が罪悪感で、自分わざとお金を受け取らないようにってしてることも多いんです。なのでこの罪悪感をなくしていくことで、たくさん受け取れるようになる、受け取らないようにしてるから入ってこないっていう人も多いので、受け取れるようになるっていうことをお伝えをしていきます。で、この動画はですね、波動というものを使って願望を実現したり、幸せや豊かになったり、そして、自分らしい人生を実現したりと、そういったコツをお伝えをしております。で、お伝えしている内容は僕のこれまでの14年以上にわたるセミナー経験やセッション経験、そして、波動を使った企業のコンサルティング、そういった部分で、クライアントに実際に効果のあったものを中心にお届けをしておりますので、もしよろしければチャンネル登録いただければと思います。で、お伝えしている波動のお話はですね、こちらの2つの本、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わる、それとミリオネアバイブレーション、こちらの2つの本に、違う切り口で波動のことを書いてます。で、こちらは波動の基本的な教科書となる本を作ってくださいということで書かせていただいた本です。で、こちらは波動とお金の本を書かせてもらってます。ぜひ、どちらからでもね、いいと思いますので、ただ切り口違うので両方参考にはなると思いますので、ぜひ、お読みいただければと思います。で、今日は、罪悪感とおさらば、お金を受け取れるようになる方法というね、お話をしていきますが、先ほどもね、お伝えしたように、多くの人が、お金ってもう流れなので、脱出と入るっていうね、エネルギーの流れ、お金はエネルギーとよく言いますが、循環をしてるんです、エネルギーってね、脱出と入る。で、お金じゃなくてエネルギー、何か僕はいつも分かち合いましょうということを言ってるんですが、自分が持っているものを分かち合おうと言ってるんですが、分かち合うっていう自分が持っているものを出して、誰かが喜んだりとか、誰かの人生が変わったりとか、誰かが価値を感じてくれたら、それが今度お金になって入ってくるというね、この流れなんです。なんですけど、出そうがいくら分かち合ってもね、入ってこない人もいるんですよね。そういう人は自分で、お金を受け取るっていうことを拒否してたりするんですよ。自分でお金を受け取るっていうことを拒否してる。それは、お金をいただくことに対して罪悪感があったりとか、自分が得することに対しての罪悪感があったり、そういう罪悪感によって、自分が受け取ることを拒否してたりするので、それについて、お話をしていきますね。なので、今日のお話は、自分がお金をいただく、相手が出してくれるね、それに対しての罪悪感、それが一つね、もう一つが自分が豊かになることの罪悪感、それが一つ、この二つのことの罪悪感のお話をしていきますね。で、自分が相手からお金を受け取るね、その時の罪悪感って実は何かというとですね、お金を払わせてしまう、相手にお金を払わせてしまうことが悪いなって思うことが結構多いんですよね。その罪悪感って、どうしたらいいかというと、自分がお金を使うことでの幸せを味わっていくことです。自分がお金を使うことに対して痛みを感じていると、人からお金をいただくときにその痛みもその人が感じていると思って、なんか申し訳ないっていう気持ちになってくるんですよね。もう一度言いますね。自分がお金を使うときに痛みを感じていると、人がお金を自分に払っていただくときにその痛みを相手も感じていると思って申し訳ないと思ってしまうんですよ。だから、お金を使うことでの幸せを自分が味わうことです。お金を使うことはすごいいいことなんだっていうことを自分が実体験をしていくと、どんどん使った方がいいよと。で、自分がもらうよみたいなね。そういうふうになってきますので、お金を使うことは素晴らしいことっていう経験ですよね。それをしていく。で、自己投資。僕は自己投資しましょうってよく言いますけど、自己投資。お金を自分に使って、自分のスキルアップしたりとか、自分の知識を蓄えたりとか、
自分にお金を使うことで、使うとそれがスキルアップになったり、知識が増えたりして結果的に自分に入ってくるお金って増えてくるんですよね。なので自己投資もすごくいいことで、それをすることで何が得られるのか、どういう幸せが得られるのか、自己投資だけじゃなくて例えばそうだな、カフェに行って、コーヒーを飲む、それでもお金を使うことで得られる幸せじゃないですか。例えば、そうだな、食べ物とか飲み物ばっかりですけど、レストランに行って食べ物を食べるとか、それで得られる幸せってあるじゃないですか。お腹が満たされたりとか、なんか美味しいと感じて嬉しかったりとか、そういうのをちゃんと一つ一つ、味わっていくことなんです。そうするとこれお金を払うことでこれが得られるんだっていうことが自分の中に入ってくるのでね。でこんな話すると、無理してお金を自分に使おうとする人がいるんですけど、痛みは感じないように、痛みを減らしていくことが大事なので、痛みを感じるぐらい、使うようになるとまたそれが使うことと痛みっていうのが結びつくので、痛みっていうのは避けた方がいいかな。ただこの痛みっていうのは先出しは大事なんですよ。自己投資なんかはだいたい先出しになってくるので、先出しは大事なので、でも後ですごく大きくなって帰ってくる、これの実感もすごく大事ですから、とはいえ使った方がいいんだということで、普段身の丈以上のすごい高い何十万もするコートを買うとかね、そういうのをするともうお金なくなる、お金使うとなくなりますから、それが痛みになってて、あの時あのコート買ったからこうなっちゃったんだってなると、痛みの記憶になってしまいますので、ね、なので、普段の今生きていらっしゃるところでいいんですよ。今のお金の使い方そのままでいいので、お金を使うことで得られる幸せっていうのを味わうようにしてみてください。そうすると、お金を使って得られるものがいっぱい見えてきますのでね。あ、こんなことにもなるんだ、みたいな。こんな幸せも得られるんだ。こんな豊かさも得られるんだ。っていうことが感じれば感じるほど、自分の中の価値観というのは変わってくるので、ぜひまずはそれを感じてみてください。それともう一つ。自分が豊かになることへの罪悪感を持っている人。自分だけが得したりね。自分が豊かになって、ることの罪悪感をお持ちの方が多いんですが、この話をまずは知っていただくといいかなと思うんですが、社会心理学というね、学問があって、そこで、一人の自分の幸福感は友達の友達の幸福感まで影響を与えるっていうね、実験結果があるんです。自分が幸福感に満たされてれば友達は幸福感がアップするんです。でその友達の幸福感もアップするんです。2段階3段階目まではいかないというね。だからただ何もしなくとも自分が幸福感を感じることで、周りもね幸福感を感じるんですよね。だから自分が豊かになると何もしなくてもね、何もしなくても友達、そしてさらにその友達の豊かさも上がってくるんですよ。このことをぜひ知っておいてください。で、これはですね、隣近所にも影響するっていう結果が出てます。隣近所の交流がなくとも地理的な距離、隣近所の幸福感も自分が幸福感がアップするとアップするんです。つまり自分が豊かになったり幸せになることで、この世界の豊かさっていうのは上がるんでしょうね。逆もまたしかりです。自分がネガティブな状態でいると友達もその友達の状態もちょっとネガティブになるというね。だから自分はまず大事なのは自分が豊かさを感じていると周りも豊かに感じるんだということを知っておくことです。それと先日のお金は使い方が大事というね動画も先日のというのも分かんないですよね。波動チャンネルのボリューム325、お金は使い方が大事というお話をしているんですが、自分が豊かになることで、世界に幸せが増えるっていうことをしていくとです。自分が豊かになる、この方からお金をいただく、でこのお金を使って、世界が幸せになるような使い方であったりとか活動に、していくといいんですよ。
そうするとこの人がお金をくださったから世界に幸せが増える使い方をしていれば、こんがらがったけど、この人がお金をいただいた、この人からお金をいただいたことで世界に幸せが増えてるので、つまりこの人がお金をくれるってことはいいことなんだっていうね、そうやって、罪悪感っていうのはなくなってきますので、ぜひ、世界が幸せになる使い方をするっていうことも意識してみてください。一つは自分の幸福度は周りに影響を与えてます。だから自分が幸福になると周りも幸福になるんです。それとこの人からいただいたお金で、周りが世界に幸せが増える使い方をする。そうすると自分だけが得をするっていう考え方の罪悪感というのはなくなってきますのでね、ぜひそうしていただければと思います。で、このミリオネアバイブレーションにもそういう話があるんですが、55ページにあるワークをちょっとやってみて、書き出す。お金は、これね、一個ずつ書き出してください。一個ずつ言いますね。お金はあなたに何を提供してくれるものでしょうか。お金はあなたに何を提供してくれるものか。これを書き出してください。次、お金を得ることであなたにどんないいことがあるか。お金を得ることであなたにどんないいことがあるか。これもいっぱい書き出してください。あなたがお金を得ることで社会にどんないいことがあるでしょうか。あなたがお金を得ることで社会に対してどんないいことがあるでしょうか。次、あなたがお金を得ることで周囲の人にとってどんないいことがあるでしょうか。あなたがお金を得ることで周囲の人にとってどんないいことがあるでしょうか。あなたがお金を得ることで家族にとってどんないいことがあるでしょうか。この5つ、お金はあなたに何を提供してくれるか、お金を得ることであなたにどんないいことがあるか、あなたがお金を得ることで社会にどんないいことがあるか、あなたがお金を得ることで周囲の人にとってどんないいことがあるか、あなたがお金を得ることで家族にとってどんないいことがあるか。これをいっぱい書き出してください。いいこと。で、それをセレクトするんですよね。この本の中で、お金に対しての価値観、思い込みを変える51ページにあるんですが、そこに3つのことが、考え方があります。引用の法則、2つ目、フォーカスの法則。3つ目、信じたい価値観をセレクトすると書いてますが、陰陽の法則っていうのは、どんなものにも陰の側面と陽の側面があるんだっていうこと。これは何でもそうです。陰の側面、どんな便利な、どんないいと思っているものもマイナスの側面ってあります。それはまず知ること。お金にもあります。で、フォーカスの法則って何かっていうと、フォーカスしたことが増える。自分が焦点を合わせて見ようと思った世界が現れてくるという。自分が焦点を合わせてこれを見ようと焦点を合わせたものがこの世界に増えるんです。現れてくるんです。これがフォーカスの世界、フォーカスの法則ね。で、3つ目、信じたい価値観をセレクトする。自分がお金を得ることによってどんないいことが起こるか、さっきのを書き出してください。で、これをにフォーカスを合わせる、お金を得ることでマイナスの側面は絶対あります。で、マイナスの側面ばっかり見てるから罪悪感が増えるんです。そうではなくて、いいこともあるんですよ。そっちにを書き出して、それが起こるんだって自分で思っていくことです。そうするとそれが増えてきますので、そういうことをすぐに罪悪感を解消はできない部分もありますが、こうやって考え方を変えることと現実として見えてくると、その罪悪感というのはなくなってきますのでね、ぜひそうこの辺のことを感じていただいて、で、まあ何回も聞いていただく、この動画をね、何回も聞いて何回もご覧いただくと、そういうことかって分かってくると思いますので、罪悪感というのは結局のところ幻想なのでね、ぜひ今日お伝えしたことを意識してみてください。今日のお話は、お金を受け取れるようになる方法というね、罪悪感とおさらばする方法をお伝えをさせていただきました。で、ウィークデーでは毎日 LINE とメルマガで、役立つメッセージを送ってます。波動のこと、願望実現のこと、メンタリティのこと、そういったことをお伝えしておりますので、もしよろしければ LINE とメルマガも登録していただければと思います。で、ぜひご自身の幸せと豊かさにお役立てください。そして、今日のこのお話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいれば、ぜひ、シェアをしてあげてください。それではいつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。